まず一つ目が、見た目と香りです、はい、うんうん、何でしょう、あの先日まで、あの、うん、お昼の生放送の情報番組に出させていただいていて、なんかそういう時って10秒20秒で V の間にちょっと一口感想をもらうみたいな場面が多くて、でそうなるとこう食べて味だけだと尺が余っちゃったりするので、まず見た目を褒めて、すごいボリューミーですねとか、彩りがすごいですねとか、見た目から入って次に香り、香りはやっぱり視聴者さんは分からないので、香り嗅いで柑橘系とか、あと燻製の香りがした時は強めにアピールする、あ、これもしかして柚子入ってますとか、これ燻製されてますねみたいな感じで香りも褒めるっていうところから入ります。続いてが、はい、少なめに。何これ、なんか、まあ、収録とかだったらいいんですけど、うん、生放送の時にやっぱアイドルの食レポって結構清潔感が大事だなっていうことに気づいて、アイドルだから、そうですね、こう口の中とかがあまり見えないようにしたいんですけど、なるほど、でもちょっと口を隠しながら喋ると音が拾いにくくなっちゃったりするので、もう事前に V 中に、例えば、ハンバーグとかだったら一口大に切っとくとか、もうスプーンに一口分だけ乗せとくとか、自分でちょっとやって口の中が綺麗になるぐらいの量を食べて美味しいってなるという感じです、うん、確かにね。でもまあ一個例外があって、うん、クリーム系のスイーツとかの時はちょっと頬張ります。え、なんで？なんで？やっぱ口にクリームがつくじゃないですか。それは何、あの狙いで月に行ってんの？すごい。まあ、そうですね、番組によってやっぱ量と場所はこう考えながらつけるんですけど。え、量と場所が考えながらいけるの？え、それすごいな。こうなんかこう思いっきりアイドルに対して突っ込んでくださる方が MC の時とかはもうめちゃくちゃわざとぐらいつけちゃうんですけど、つけて、あんまりこう優しさで触れないでくださる方とかいらっしゃるじゃないですか。そういう時はまあ可愛らしい程度につけて。あ、でも絶対つけるんだ、クリーム系だったら。つけますね。あとなんかわらび餅、きな粉とか。きな粉とかも絶対つける。つけますね。はあ、ついてるついてるみたいに言われる感じが。え、ちょっと映さないでください。いや、嘘、狙いでやるの、それを。どうやってんだろう、すげえ見たい。日村さんも一時ね、はい、どんぶり物を食べきった、こうやって開けた時にここにご飯粒をつけると練習したけどね。あれ練習した、だから、いやいや、これでも奇跡的についてたことがあったんだけど。